はい、こんにちは。まさたかです。この番組は、現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語る、聞くだけでちょっと元気になれる、そんな番組となっております。はい、今日のテーマですね。フォートナイトは仮想現実を実現しているというテーマでお送りします。はい、フォートナイトで、まあ皆さんご存知だと思うんですが、たえばすごい人気のオンラインゲームになっています。 まあコロナ禍になってですね、まあ、なかなか外に遊びに行けなかったりとかですねしていて、まあ、スポーツとかもできないし、えーね、あの飲食しに夜の街に出かけることっていうのもなかなか皆さん自粛をしていて控えているというのがここ最近になってですね、まあ、そんな中ですね、そのビデオゲームというのは非常に大きな市場になっています。でまあ、近いところで言うと、まあ任天堂 のスイッチがものすごく売れてですね、えー、例えば、まあ、集まれ、動物の森とか、すごい、本、え、当、ーえー、にもうぜ全世界で1000万本、1000万本どころじゃないですね、えー、ものすごい売れてますよね。うん、でそんな中ですね、フ、え、ォートナイトもすごく人気になっています。で、まあ、これはもう数年前から、えー、とすごい大人気ゲームになっているいたんですが、まあ、ここ最近また、えー、非常にユーザー数を伸ばしていてですね、えー、なんと、 時価総額、このフォートナイトを作っている、まあ、エピック社というところなんですけども、まあ、そこの時価総額はですね、なんと1.8兆円になっているそうです。えっ、ー、と、まあ、日本でも、まあ、楽天は1兆円ぐらいですかね。すごいですね、もうあの楽天よりも時価総額が高いと。で、まあ、任天堂もおそらく6兆円ぐらいだと思うので、えー、もうこの時点で任天堂の3分の1ぐらいの時価総額になってしまっていると。 まものすごい大人気になっています。で、このフォートナイトを今回取り上げたいのが、えっとですね、まあ、仮想現実ってあるじゃないですか、VR とか、そういった世界がまあ、この先ですね、どんどん広がっていくみたいな話が、えー、まあ、テクノロジーの話になるとちらほら聞きます。で、ただ僕が思うには、もうこのね仮想現実っていうのがフォートナイトで 常にもう実現しているなというふうに、えーまあ、僕もこのフォートナイトをやっていてです、ねえー、非常に感じています。というのもですね、えー、とですねもうフォートナイトをやったことあると人は分かると思うんですが、えーとまあ、仮想現実って、まあ、自分がその仮想のデジタルの世界に行って、えー、そ,こその場で、えーまあ、現実の世界として楽しんだりとか他の人と共有したりする、まあ、世界だとは思うんですけども、まあ、まさにそれをフォートナイトでそれをやってるんですよね。まあ、自分の えーとキャラクターを、えーまあ、フォートナイトの世界に投影してですねで、まあ、普段は、ね、あの銃とか撃たないですけども爆弾とかつかないですけど、えー、フォートナイトの世界ではその武器を取ってですね、えー、仲間と一緒に、えー、一番を目指すみたいな感じで、えー、ちゃんとですねあの仮想現実の,あの基本ができてるんですよねでその中でもすごく重要なのが、えー、とアセットですよね 仮想現実の中で何か物を買ってそれを購入するっていうことが成立しないとなかなかこの市場っていうのは伸びていかないとは思うんですがフォートナイトはこれが非常に成功していますえっとですねフォートナイトってレベルとかはあるんですけども一切ですねその強化自分の能力を強化するようなアイテムみたいなのはないんですよじゃあ何を買うのかというと 見た目が、うん、どういう服を着てるとか、まあ、どういうバッグを持ってるとか、えー、とあとは銃の,そのスキンみたいなのがあの青,青かったりとか光っていたりとか、えーまあ、そういったところとあと一つ面白いのがえ元、ーと,ね、というのがあってです、ねうん、自分の,その感情を、えー、と表現する内容をそのアセットを買うんですね。うん、例えば、えーとなんか 泣いたりする大声で泣いたりするような絵本が出て,てそれをなんか何百円とかで買うんですよで、えー、その世界でその泣いて表現するのを、えー、お金で買ってですね、えー、表現するみたいなことを実際に出て,てですねでそれを、えー、と皆さんやってないというか、えー、やってないと知らないし、えー、と現実、うん、あのどうやって 子どもたちとは大人たちは遊んでるのかっていうのをここを知らないと、えー、全然想像つかないと思うんですが本当にですね、えー、と友達で集まって、えー、何かするごとにですねその妹で自分のことを表現するんですよ。うん。なんかねすごい、まあ、そ,それで何が面白いのと思う人はいるかもしれないんですが実際にそれがすごく楽しいんですよね。で僕もそれなんかえー、こんなこんな買わないよねとか思ってたんだけど、まあ、自分でやってみるとですねやっぱなんか なんか自分の,その表現するところっていうのが欲しくなってですね、まあ、スキンっていうかその見た目のところはあまり僕は気にしないタイプなんですが、その妹に関してはなんかいくつか買ってですね、えー、なんか友達がやるときはその妹を使って、あれ、そんな妹持ってるんだみたいなねのその、そういう会話をしたりとかですね、えー、まあそういったことがもうでに実現してるんですよね。で、まあ、これも非常、えー、にそのアセットを買うというところは、えー、とてもですね、フォトナイトはうまくいっていると。 で、あと、そこになとは思うのが、えっ、ー、とですね、アーティストのライブとかをですね、実はこのフォートナイト内でもやってたりするんですね。えっ、ー、と、有名な DJ とかですね、えっ、ー、と何、何月何日の何分から、えー、ライブやりますみたいな感じですね、えーと。そのフォートナイトの世界の中でライブが行われるんです。で、その中に、えー そのキャラクターとしててて入って、えー、一緒にその音楽をいで、これも何が面白いのって思う人はいるかもしれないんですが実際やってみるとすごい盛り上がってるんですよね。実際その中に入ってえっ、ー、とですねなんかすごくよくできていてまあライブしてるんですけどもそのライブの世界の中にですね、えー、なんか盛り上げるような道具とかが落ちてたりするんですよ。で、その中でなんかえっ、ー、とー なんか乗り回す、えー、自動車とかもあったりとかしてみんなでなんか自動車乗り回して盛り上がったりとか、えー、なんか色付きの、えー、ペイントダウンみたいなのを投げてですね、えー、盛り上がったりとかなんかそういったことが非常に本当面白くできるんですよねすごくそれがなんかなんだろうな、まあ、仮想現実としてそのなんか、まあ、デジタルの世界なんだけど実際にみんなでそのアーティスト アーティストのライブを楽しむみたいなことをできているので、もうなんか実現しちゃってるなっていう感じがします。で、最近だとですね、何、えー、だろう、あれね、ワンイベント、うん、ワンタイムイベントか、ワンタイムイベントっていうのがあったですね、えー、決まった時間に、えー、みんなで入って、何かそのゲームの中のイベントが。 行われるリアルタイムに行われるということですね、うん。これが非常に、えー、大人気でですね、えー、多分 YouTube とかで生配信している人、多分いっぱいいますね、これ。うん、生配信をしている人で、えー、みんなで楽しむ。で、そのやってる人もですね、当然、えっ、ー、と、f o r t n i トの中に入って仮想現実でみんなでイベント楽しむっていうのもあるんですけども、そういった有名な YouTuber さんと、えー、生ライブを見ながらもやる、できる。 うん、だからそこなんで、そうやってあの生でなんか、完全にそれってもうデジタル上なんですよ。フォートナイトは当然デジタルとしても、えー、YouTube のライブ中継というのも当然デジタルですよね。うん、オンラインで全,全て、えー、完結してるんですよで。そういった楽しみ方をですね、えー、今の小学生とか中学生とかやってるんですよ、実際。はい、なので、まあ多分あのー、その子供はおそらくこの間が仮想現実なんだみたいなことは、全く意識はしてないんですが、 実際はもうこの仮想現実として、えー、もう実現してしまっているものを、えー、楽しんでるんですよ。うん、なのであの、まあ、大人はね知らない人は仮想現実なんてまだまだ先というふうに思ってるかもしれないんですが実はもうこれ、えー、実現しちゃってるんですね。うん、でこの世界はおそらくこのコロナによってですね、えー、どん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 加速していってこのフォートナイトみたいな世界観というのが、えー、非常に、えー、価値を持っていく、えー、世の中になっていくと思います。 えーまあ、今の子ども、うん、小学校中学生高校生は、えー、その世界に難なく入っていけるとは思うんですが、えー、どうでしょうかね、えー、と大人、うん、40代50代60代の人はどうでしょうか入っていくでしょうかねこの世界にこれからですね、えー、リアルでなかなかそういう楽しいイベントっていうのがなかなか、えー、できない中でですね、まあ、こういった プラットフォーム、仮想現実のというプラットフォームで楽しむというのは、まあ人生を豊かにする非常に大切なキーワードになってくるのかなと思いますのでですね、まあぜひまあまだやったことないよっていう人はぜひやってみることをお勧めします。フォートナイトはですね、スイッチとかパソコンとか持っていなくても、iPhone とか。 アンドロイドもできるのかなスマホを持っていればできてしまうので、えー、ぜひですね、まずやってみてですね、どういう世界観なのかっていうのを楽しんでみてはいかがでしょうか。はいえー、今日はですね、フォートナイトは仮想現実を実現しているというお話をさせていただきました。また面白かったら聞いてください。それでは。